ってるの、フランス製の。あの、いろんな知って名前は、この機械自体は知ってる。これはね、人が走ってる感じ。おお、思ったより強い。マジっすか。めちゃめちゃ効きますやん、これ。これすごい機械っすね、これ。おお、すごい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 。マグロ釣ってるみたい。すごいすごい。めちゃめちゃ必死のパッチなんですけど。あ、そうなんだ。何これ、この機械めっちゃ欲しい。あと20メーター、あと20メーター、あと結構大変これ。うん、あ、ちゃんと走るんや。よいしょよいしょよいしょ。これすごい、加藤さん、これすごいっすよ。畑田さん、早く上げてもらわないと俺持ってる手がだるいんですけど。これはね、ほんますごいっすよ。ちゃんと GT、 これ。いやいや、もうカメラ持ってる手がだるいんですけど。これはね、結構強かったっすよ。え、糸初めてさせていただきます。え、糸、糸もっと出すんですよね。もう出てるんですよ。いきます。え、もう釣りいきなり、もう落ちちゃわないかってぐらいの。あ、来た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 。あー、加藤さん頑張って、加藤さん頑張って、あー頑張って、頑張って。まあまあやばいでしょこれ。負けないんですけど。これまあまあやばいっすよこれ。あ、ちちちち
ジュルロップすらできない。いやもう結構走るんすよ。すごい走るんだね。走りますよこれ。これすごいわ。魚ですからね相手は。鼻当ててるとこ痛いんですけど。頑張って。加藤さん頑張って。足元これ落ちるよね。落ちますよね。あれか。画面が荒くなってるんだ。走ってる時頑張っちゃいけないんだ。あ、今おとなしいですね。今いける。今いける。あ、今いけそう。あと30メーター。あと30メーター。わ、止まった止まった止まった。GT どうすか GT。 強い魚嫌いなんだ。強い魚嫌いなんすか。あれ、ね、俺かけるだけでいいんだよ。汗かいてきた。あ、走ってる。あ、走ってる。大丈夫大丈夫。そういうことね。そういうこと、そういうこと。魚がやっちゃって、やっぱ弱るの待たないと。そう、もう魚が弱るか加藤さんが弱るかみたいな。俺が弱るのが早いかもしれん。あー、寄ってきてるんちゃいます。加藤さん頑張って。巻かないと巻かないと。さっきから全然巻いてないですもん。巻いて巻かないと。寄ってこないですよ、巻かないと。最悪。これでも結構すごくないですかこれ。すごい汗かいてるんだけど。めっちゃボスが。ああ頑張って。いつもさ撮影行ってさ、はい、かけたら、はい、さも渡して。ああちょっと。お、あ、止まってますね。今止まってますね。これは笑うしかないよね。笑うしかないですよ。本当に笑うしかないですよ。これ、わあじゃ、ああ頑張って。よいしょ。よいしょ。よいしょ。おお、魚も頑張ってる。魚も頑張ってる。よい、おお、ああ、ちょっと、本当にすごいね。すごいっすよ。本当にすごい。すごいんですよこれ。ああ、魚がどんどんいっちゃう。腰痛くなるから。絶対。これはやばいっすね。もうギブしない。ギブしないですか。たとえ機械といえども魚を避けることはない。これ 40m ぐらいあるじゃない。20m。 あと 20m いけますね。いや俺も弱ったけど、はい、魚も弱った。魚弱ってきてます。今チャンスですね。思うよ、だって、はい、一応コンピューターだってさ、はい、覚えどれくらいやり取りしたか、はい、記憶しとるやん。しとると思います。それは腰痛いもん。ちょっとこれ大丈夫っすか。もうちょっと負けてない。ちょっとこんなんもう。これすごいトレーニングですねこれ。ああ寄ってきた。だいぶ寄ってきてます。だいぶ
来てます来てます、今来てる。おお、あと 10m 頑張って、あと 10m。 うわー、またまたちょっといや、いかに、はい、右腰を使ってるか分かんない。ああ、そうですね、ね、そうですね、体どこを使ってるか分かりますね、はい、ここばっかり使ってるんだ俺。あれ、あとまだ、あー、船ベルに、船ベルに竿が、船ベルに竿がもうやめて、あー、また 20m になっちゃった、また走られてる。10m 頑張ろうか、いけますよ、いけますよ。お、いけるいけるいける、魚こっち向いてる、魚こっち向いてる。あー、いけるいけるいける。終わった。あー、あー、最後で、あー、終わったと思った。これは今だ、今いける、今だ、あー、今いける。うわ、うわ、あー、また、あー、魚が、あー、あー、船べりに、船べりに、そうだ、あー、あー、ちょっと待って、これこれどういう機会、これはやばい。あと 10m です。いや、全然変わってるんで、さっきから本当はね、もっと出てました。あー、すごい。これは、いや、 GT ってやっぱすごいっすね。ああ、まだ10m、ああ、 10m、 もう来るんちゃいます。あと 5m、 あと 5m。絶対5番アザンだったわ。いや、お疲れ様でした。やばいね、 GT 本物やりに行こうか。そうですね、まあ、ここで練習できてよかったですね。汗かいた。いや、いや、ちょっともう相当な戦いでしたね、これ。お疲れさんでした。え、あれで普段から戦ったりするんですか？うちの社員はやってますよ。ああ、あの昼休みに遊んだりとか。あ、うん、はい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 。いやさ、はい、
誰が早く上げれるか勝負するって面白くない？ああ、いいですね。それは絶対いいですね。腕利きのというか、我こそは大物ハンターだという人に、日本中から来てもらって戦う。何秒で上げられるか。もうあれあれだからさ、サスケの釣り場。ああ、いいですね。そのステージ作って、そう、トレーニングして、はい。で引きを研究して、魚がこう弱ったタイミングで一気にとか、技ができるかもしれないですもんね。なんちゃら巻きとか。そうそう、でラインをさ、はい、あれ切れなかったけど、はい、ちょっと細いのにしてさ、はい、切れちゃう設定にしたらもっと難しくなる。そうですね。そうですね。そう、面白い。面白いです。男子の部、女子の部。大会やる？大会やりたいですね。大会やりたいですね。どうすか実際大会あれで。いや、面白いんじゃないですか。日本で日本一の全国、はい、大物釣り師をこうね募って、やる？いや、やったくする。いや、面白いと思います。何MC やんの？あー、MC。 そうですね、僕が MC で、で、そうですね、ゲストを呼んで、はい、なんか屈強なプロレスラーみたいな人を呼んで、それと我こそは大物釣りと言ってる人を呼んで、それ面白いよ。そうですね。だから部門を分けて、はい、考えます。お、この YouTube の反響してコメント欄によってどうするか決めましょう。あ、そうですね、はい、じゃあこれコメント欄で我こそは戦いたいとかいう人が現れると、現れるんであればちょっと企画として全国でやると、やるかもしれないと。いいっすね。やばいやばい、いいじゃん、面白いじゃん。面白いです。2019年予選して、はい、2020年の横浜のショーで戦う、はい、めちゃめちゃこれ具体的に言っちゃってますけど大丈夫ですかねこれ。大丈夫ってか、それは面白ければやればいいし。そうですね、はい、みんな面白くなきゃやめればいいんだけど、はい、めちゃくちゃ面白いですよ。多分面白いよね。面白いです。協会のために頑張ろう。そうですね。釣りが盛り上がればいいです。俺は素晴らしい、身をもって露出して、はい、自らが GT と戦って釣り業界のこの盛り上がるバスが痛くなるから言ったじゃん。バス釣ってるのにいい俺は。